おはようございます。学ぶをハブファンへようこそ。このポッドキャストでは小学校教師経験29年間の中でメンタル落ち込みから回復した体験を持つジュンジュンが自分軸を大切にしながら子どもたちと向き合うための方法や現在フリーランスティーチャーとして活動している日々の気づきや学びをシェアしています。私のサービスの最新のお知らせは LINE 公式からその都度配信していますので、少しでもこのポッドキャスト YouTube の内容に興味を持っていただいたり、また私自身ジュンジュンってどんな人なのって、そんな風に思っていただけたら概要欄のリンクからぜひお友達登録をよろしくお願いします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週ね、こう20代前半だなと30代後半なのかな、の小学校の先生とねオンラインでお話をする機会があったんですね。多分ね 4,5 時間話してたと思うんですけど、本当話が尽きなくて面白かったんですけど、お二人ともねとても勉強熱心な素敵な先生だなって思いました。どうしてそういうふうに思ったかっていうと、どんな話題になっても、必ずね、子どもたちにとって成長につながるのかなっていう、そういうこう軸に、戻ってくるんですよね。そこからブレないんですよね、話がね。で、いろんな考え方がある中で、自分の価値観でジャッジしない、善悪でジャッジせずにまずは受け止める、そんなこう受け答えに自分がね20代30代の頃もうね血気盛んというか偏りまくってた頃と比べて、いやすごいなって感心したんですよ。で、今日はねその方たちとお話ししていて、その方たちの様子と、自分自身のことを振り返ったことについてお話ししたいと思います。それはね、テーマとしては自信ありますかっていうことなんですよ。自信があるかっていうことなんです。お二人ともね20、30ぐらい私年上になるわけですよ。50代ですからね。ただその年上の私に対しても本当に自然体にねご自分の考えをきちんとお話ししてくださって、それがとっても嬉しくてねつい喋りすぎちゃったんですけど、とっても話し上手、聞き上手、本当に謙虚で本当よく気のつく方たちだなと思いました。で、振り返ってみると私がその年齢の頃ってね、年上の人と話す時ってなんかこう気後れしてたんですよ。なんだか理由もなくなんか緊張しちゃってうまく話ができなかったんですね。で、どうしてもこうその方たちとのこう間ね縦の関係を作ってしまって自分の考えを話すことってあんまできなかったんですよね。なんかこうビクビクしてたというか、で心のどっかに生意気なやつだと思われたくないっていうなんかそんなエゴもちらほらあったり、自分の考えを言うなんてできなかったって、そもそも自分の考えっていうのをちゃんと言語化してなかったっていうことのが正確なのかもしれないんですけど、でもね生意気だと思われたくないくせに十分に生意気だったんですけどね。じゃあどうして私は年上の人と話すのに縦の関係を作ってしまってたのかなって今更ながらこう振り返ってみると、やっぱり自分に自信なかったんですよね。どうです皆さん、自信あります？自信持ってます？で、今回お話ししたお二人が本当に素敵な方たちなんですけど、ご自身に自信がある持ってるかどうかっていうのはそんな話はしてないので分からないんですけどね。ただ当時の私は何も結果を出していない、子どもたちとの関係も授業もままならない自分に自信なんてやっぱ持てなかったんですよね。だから年上の人、年上の先輩先生と話す時って、私が教わる側で相手の方、年上の方が教えてくれる人っていう、縦の関係を築いて話を聞いていた方が楽だったんですよね。なんか歪んでますよね、お恥ずかしいですけど。じゃあ今はどうかって改めて自分にね、50代のジュンジュンさん、あなた自信あります？って聞いてみたんですけど、
や改めてねよくわからないですね。まあ過去私がねこう自信が持てるかどうかっていう一つの証拠というかな根拠に結果を出してるかっていうことがあったんですけど、それを自分に今の自分に問い直してみると、いや結果って一体何ってまたなっちゃって、まあ分かりやすいのがねこう賞をもらったとか、なんかそういう目に見えるものって特に私ないんですよね。だから結局は自信ってそもそも何なのかっていう、まあ、そもそも論になっちゃうんですけど、まあ、仮にね読んで字のごとく自分を信じることができる状態だとすると、いや自分を信じるって何にも賞はもらってないし結果も何も出してないかもしれないけど、ただこれから先の未来にね私は自分が楽しいって思うもの思う方向を選んでいく、いやこれの自信ならあるなって思ったんですね。そこは、うん、あるって言えます、うん、だからこう過去を振り返って自分はこれだけのことをしてきたから今自信があるんだっていうふうには、うん、思えてないんですよね。学生時代にあんなに辛い部活の練習を乗り越えたからもっと自信を持っていい、いやいや別にそれはそれで別に今の自分になんか自信になってるかって特になんかピンとこないんですよね。でもこれからの先の未来に自分がワクワクする方楽しいことを選んでいく行きたいっていうその自信なら確実に、うん、手応えを感じながら持てるっていうのは、うん、あるんですね。まあそんな自信の持ち方でもいいんじゃないかなって思いました、うん、なんか自信がないからできないって、うん、でよくね子供たちも言ったりするんですよね、うん、だからこう教師にとってね、まあ、毎年出会う子供たちにどの子たちにもぴったり合う指導法なんてね魔法使いじゃないんだから持てないし、そんな自信はもうさらさら私にはないですね。ただできるのは、うん、自信があると言うならばあえて言うならばねその子に合った指導法とか支援方法を、まあ、関係する、ね、大人たちで、まあ、諦めずに模索し続けること、まあ、それだったら私は自信があるしそういう努力をしたいと思っているというところですね。だから目に見えるものに結果を見出そうとすると途端に自信はなくなっちゃう私なんですけど、まあ、自分がどの方向に進んでいこうかっていうことだったら胸を張って自信があると答えることができると、まあね、今回そのお二人とお話ししていて自信、うん、若い方なのにすごいなって、うん、自信持っていらっしゃるのかな、でも別になんかこう我よ我よっていうようなこうなんかそんな感じも全然しないし、うん、なんかすごく肩の力を抜いて自然体に振る舞ってらっしゃる様子を見ていてなんかとても素敵だなと思ったのでね、ちょっと自分の過去を振り返って、いやそもそも自分で自信があるのかななんてことをね今日ちょっとお話ししてみました。うん、過去を思って過去を振り返って何か結果が出てるから自信が持てるという自信の持ち方は私はちょっとできないけど、でもこれから先の人生の中で自分が楽しいと思う方向に進んでいきたい進みたい、うん、それだったら自信があるっていうことを、まあね、お二人との会話から気づくことができました、ね、今日は、自信ありますかっていうテーマでお話をしました。まあ、これを聞いてくださってる方の中にね、まあ、私のようにね自分なんてって、まあ、結果を出してないことで自信を失っている方が少しでもね、あそういう自信の持ち方もあるんだ、あそれだったら自分もちょっとできるかななんてね気持ちが楽になっていただけたら嬉しいです。それでは次回のポッドキャスト YouTube まで Let's have fun! バイバイ!